そうそう、ネス相性表最新版みたいな。ネスてか俺結構悪の文化だと思うんだよな相性表って。俺なんかあんまいいように使われたことない印象がある。でも丸々さんの相性表ではこれこのカード不利って言ってたよ。みんながおもちゃとして使うことしか見たことない。むしろおもちゃとして遊ぶものでは。え、いやでもなんか悪い使われ方しかしてない気がする。丸々さんが不利って言ってたカードで負けるんですかみたいなでもなんか邪悪な心持ってんだもん。みんな相性表バイアスが中堅層の邪魔やって。そう結構ね、あと固定観念も生まれがちだし、あんま気分的にもちょっと妨げでは。あとなんかすごい異議申されるんだもん。あといや僕はそうは思わない、したけどよかった。じゃああんまねプラスの感情が生まれたことがない。さてガクさん、シャリ君の方は相性の話しかされなかった。お前らネスカムイやったことあんのかっていう話だよな。ネスだから剣キャラちょっとだるいよねみたいな、まずそっから始まるやん。お前らまず本質を捉えようとしないじゃんかっていう。誰かでもコメントの目の前にして相性の話がされるの。そうこいつら専門家やんっていう。相性とか結構覆りがちなゲームがスマブラでもあるのに、結局カードゲームみたいな楽しみ方がしたいんですねみんなっていう。ネスでこのカード勝てるのすごいって思うんですよ。どう思ってる。いやこいつ何も知らんやねーって思ってる。なんかネスの有識者みてえなコメントしてっけどよ、こいつじゃあどんぐらいネスで偉いんだっていう。結局みんな世論見て作ってるからあんまり本音聞けないし、まあ世論見でも今それは世論中心にならん。まあさすがに世論は先行する。その世論っていうのはみんながコメント欄で話してる内容じゃなくて、いろんな対戦データベースを見てこいつこのキャラに勝率悪いななど。じゃあ分かった、1日1キャラ相性表、1日1キャラ相性表でいく。リトルバック有利です。皆様今日の相性表楽しんでいただけましたかね。では次回はガノンドルフ有利かな不利かな。それではまた来週まあでも相性表って結構さ、競技シーンの人たちが参考にするのはまあわかる。例えばサブキャラどうしようかな、おこのキャラこれいけるじゃんみたいなあるけど、みんなそのまあじゃあ VIP マッチしかやらんじゃん、ほとんどの人はオンラインとかで。うわこのキャラまあ不利だからしょうがないよなっていうめちゃめちゃ言い訳のためにやっぱ使われがちというか有利なキャラ来ても何も思わんじゃんぶっちゃけ。73とか使わないからマジ関係ない。73とかないからね、まずこのゲームで。73って本当に圧倒的な実力者があった場合でも勝つっていう指標だから。73のダイヤグラムなんて俺スマブラ X でしか見たことねえわ。ちなみにマルスネス73です、スマブラ X。 デデデクッパ82ですからね、脅威の。頑張れば73みたいな感じだった気がするけど。うまい俺全避けポケ2のヘリ真ん中の柱を使ったぶっ飛び復帰。思い出語りするふりして願るな。お前やったことあんの、スマブラ X ネスマルス。しょうもなさすぎてヘドが出る。こんばんは、ショゲンです。コンチャス。今からスマメイトやります。対戦相手はまあちょっとあんまり地雷系の人ですね。この人に窃盗被害だったんでまあ窃盗被害にはあった。しかも大事なうちの鍵をパクられるっていう。でもこの人からお金持って、あ忘れてた、そうだナオさん1万円くれたんだったな。ナオさんが帰った日にキッチンカウンターのところに1万円置かれてて、忘れ物だよって言ったら世話になった代。さすがの俺もトゥクンってなっちゃった。でも鍵パクられたんだよな。でもね鍵パクられてよかった。鍵パクられなかったら次の梅村来なかったもん。鍵返せっつったからしょうがねえから東京また来るわっていう。逆に鍵をパクられたことで、あー来んなよ東京。よし来てる、もう来て来て来ていいよ。よし
やめて。こいつ舐めやがってよ。あこういう舐めた不起訴し。ジャンプ台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 ナオさん決めようとしたよね。なめんじゃねえぞ。あぶねえ、めっちゃ外ベクしてました。あーもうこいつやっとることが終わっとるで。鍵返せ。ないよねジャンプ。はい。あーこいつ空降りと思ってましたよ。ほらこう舐められちゃう。やべ舐められる舐められる。くそー、ちょっとこれは無理。うご、あぶね、風前でつ、ほらよ、よし、まずは一投、やめて、よいしょ。ナオさん、あぶで。俺乗っとる。何？俺は乗っている。乗ってないかもね。危ねえ。おらよー。お見舞い上様。